ソちゃん。やばい、超かわいい。輝いてるな。割り返ししてんだよ。23日で1600人ぐらい行ったよ、うん、仕事の時間が惜しい。寝る時間は削れないから。寝る時間は削れない。海子の睡眠時間は8時間。超早起きするとそれは削ることになる。削ることになる。結局限られすぎだもん。限られすぎ。じゃあ週末に頑張るしかない。あとは隙間時間で打つか。そう俺さ気づいたっていうか気づいた、これねレインボーブリッジじゃないベイブリッジ。横浜ベイブリッジ。そう俺さ結構さ、ね、いろんな動画の中でさレインボーブリッジって連呼してたけどさ、え知ってっけてかさ考えたらそうだよね。レインボーブリッジってさお台場じゃん。そうここはお台場ではないよ。俺が一番勘違いしてたって私にこの前、私にこの前、あなたがお台場と勘違いしてるでしょって話で、レインボーブリッジって呼んでたことに気づいちゃったんだよこの前。これ違うんですよ。違います。ベイブリッジ。ベイブリッジ。これ誰も突っ込んでくれなかったよ。確かに。確かに。まあなんかあまり変わんないけど。こんなこと言ったら語弊があるよね。語弊があるよね。どっちもいい良さがあると。そういうことだね。ちょっとね俺恥ずかしくなったもん一人で気づいちゃってちげえじゃんってあとで、ね、動画見直してみよう。見直してみよう。もろいってるとおここから綺麗だね。アクアライン怖いな。アクアライン怖い。これもろに食らいそうですね。ゆっくり行こう。今までで一番強いかも。怖い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 。風速13メートル。ゆっくり行きましょう。ストロングウィンド。えでもそんな風感じないんだけど。後ろから追い風なのか。ああそういうことか。無理の問題ね。北西風だ。そうってことは鴨川が多かったよね。めちゃくちゃ久しぶりだ。明日はちょっと波あるから怪しいけど、なんかなくてもさなんかまったりできれば。ゆっくりあさっては間違いなくできる。サイズアップしたらなかったかも。来ました。腹減ったの。ふんわりはリア。うさちゃんかわいい。めっちゃかわいい。めっちゃ走ってる。道路を駆け巡るうさちゃん。やばい超かわいい。あやばい。ごめんね。たまに立ち止まって振り返る。ごめんね。あ、そっち行くんだ。右行ってくれた。バイバイ。バイバイ。超かわいい。かわいい。野生のウサギか。ね。初めて見たから。あ、かわいかった。キョンだって思ったね。ウサギだった。あれちっちゃいぞみたいな。ちなみにさっきキョンもいたからね。そうだね。キョン初めて見た。でもあれは。ガン見した。ガン見した。ガン見した。あれはキョンだと分かった。漁師工房に漁師工房さん、そうそう、その写真と完全一致したから。完全に一致してた。いやでもウサギは俺感動したわ。ウサギ可愛かったね。カエルぶりの。あカエル以来だ。カエルもいた。カエルもおったね。一サイドとか懐かしいよね。あ懐かしい。離れとか泊まったことある。ある。拾った貝でなんか別に貝尽くし料理みたいなの作ったよ。でさ、その辺のスーパーに売ってるアサリと。この辺のスーパーに売ってる貝とさ違うやん。もう誰もいない。もう誰もおらん。スライド側に止めてリアの壁際になる。夕飯食ってきたけど腹が減った。食べてきたのに空腹に襲われております。どんぐらいかな。結構いるよね。多めがいいな。多いに越したら足りないのは困る。足りないのは非常に困る。これだけあれば足りるでしょう。波あるかどうかは明日にならんとわからん。うねりの方向が真逆だからね、怪しいけどちょっとでもあればいいなって思って。御宿に来たかった。そう、御宿に来たかった。そして満作の勝浦タンカンと太東のそばをいただきたい。やってるといいな。太東そば屋希望希望、熱烈に希望、ニンニクそば。お、こちらはねえねえ、これって群馬ちゃんヌードル、ね、これって口よね。いや、鼻の穴でしょ。あ、口赤いよ。でもこの白いやつ何ひげ模様、牛でしょそれ。え、これ牛だ。これ馬じゃないの。あ、馬か。馬だ。だけ馬だ。あ、紙入ってるしね。確かに。たてがみやん。うん、まじゃ。醤油味なんです。味とか水に衝動買いしちゃったから。これもさ。焼きそばのうまそうだよね。いや、俺今日は群馬ちゃんヌードルにするよ。焼きそばってなんかお湯捨てたりするのめっちゃダメだよ。そうだね。いるよ。うん。群馬ちゃんヌードル。うん。あ、ねえねえねえ、ルービー取りたいなあ。その長い辺がコーチに来ちゃったから、片手取りながら片手で開けるスキルが向上してきた。ああいう東京2020、もう12時半なんだ。なんでこんなお腹空いたんやろ。夜中のラーメン、超薄めの醤油だよね。塩なんじゃねえかってぐらい最高だわ。群馬さん、馬だねこれ。やっぱね、帽子かぶってる。波なさそうだな。久しぶりだな。ちょっとやべ、もう1時半じゃん。 YouTube 見すぎた。おやすみなさい。6時半。7度。9時半だった。2度でしたら爆睡しちゃったな。うわー、綺麗。海でふと波がない。フラット。ないね。いいやつ。16度。だいぶ温まった。ヒーターつけてないけど、向こうの方なんかできるのかな。天気がいいな。ちょうまいです。今日はしっかりしたちょんまげだ。たまに雑なちょんまげだな。川側のフレンチトーストってどうなんだろう。染みなそうだ。染みなさそう。開けてみたら染みるように。うわ、うまそう。卵焼きみたいなフレンチトーストできた。これからラーメン食べに行くからね。お口直しかな。お口直し兼軽い朝食ね。とろーってなんない。牛乳焼き、これうまそうじゃね。この牛乳の部分。多分うまいと思う。ね。結構意外と湿ってるのかも。牛乳ない。今日はヒーターは不要です。うん、今21度だってよ。波ないから人がいない。海子写真講座この F 値っていうところをいじることによって暗さとボケみが調整できるよね。どうやっていじるの？でここを押してこうやって、あ、もう一回やって分かんないこう、あ、その F4 ってなんとかってところを押して、でこれを F 値がね上がるとね暗くなるんですよ。上がると暗くなる。で全体的にはっきりした写りになる。もう光明るすぎてぶっ飛んでるなみたいな時にここをちょっと下げて明るさを調整したりする。単純に明るさの調整もできる。ここ真ん中のここのね、ここが暗くなったりちょっと明るくしたりっていうところの。それどうやってネジ回しになる？あ、そうそう、ここでカチカチできる。うん、ここでポチッと押すこともできるんだけど、 F 値とどう違うの？その明るさの調整は。それは分からん。多分ここだとそのボケみとかはあんまり関係ないんじゃない？ F 値で調整できる限りはするってカメラマンの人が言ってた。イソ値ってのもあるんだけど、イソ値は正直触ったことがない。 F 値だけでなんかもうどうにかしてる今のところ。うん、今ね、窓開けて光が急に入ってきて超眩しくて何が何か分からんやん。これを F 値をこう下げることで、ああ、クッションの縫い目が見えた。そう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 、綺麗に見えるようになったでしょ。へえ。F 値を上げることによって、そうそう、上げることに下げちゃうと飛んじゃうんで。それでなんかそのフォーカスの当たり目が変わってくるんだね。そう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 。っていうので、単なる明るさとかじゃなくて。そうそう、だからこれをよくわからんけど F 値ってすごいね。これを使って調整する。このカメラやっぱすごいんだよね。これ結構モードがたくさんあって。ちなみにね、うん、そのカメラを撮ってるこのカメラもなかなかね。あ、これもすごいと思う。Pixel 4っていうスマホなんだけど、これもなんかハンディカム使ってたけどそれもちょっと控え選手になっちゃった。スマホでかなりいけるけど妥協しないのを撮りたい時はこれだよね、うん、これだね。これ料理モードは結構使ってる。お料理撮る時に黄色い感じが出せる。そうそうそう、白いライトが当たるとちょっとね微妙だから、黄色い方が料理はなんかうまそうなんだ。そうそう、ミコカメラモードでした。でもこれを言ったらカメラ凝ってる人とかすごいからいろいろ言われそうだけど、温かい目でお願いします。私のこれ見間違いかな。25度。あ、25度。あ、31度。ね、そうだ、31度となってるよね。窓際に置いてたら31度。あ、多分もちろんヒーターつけてないよ。もちろん。すごくね。12時半か。1時ぐらいに満作行く。夕方ちょっとそれで入りたいなとか。へばらと、夕方へばら行ってみる。星と掘ったタイミングで。ああ。どうしようか。70W ぐらいでバッテリーに入力してる。照明、冷蔵庫、パソコンの充電、コンバーター。風強いね。抑えられてる。ああ、でも綺麗。満作。満作、超嬉しい。いいね、御宿大好き。御宿はいいよね。住みたい。住みたかなんかちょっと探してた。探した。営業中。いいね。来た。満作さん。来たぞー。ここはね最高だからね。ここは。なんでそっちなの？あ、こんにちは。多分上。ザーザーね。鷹の爪が進化してる。ニンニクが丸ごと入ってる。丸ごとではないけどかけらが入ってる。なんか今美味しそうなことしてるね。この中に野菜とか米にのせるスープ。野菜をね。どうですか？おお。タイヤの前の三直。本宿に来たらユアパークです。月のといいね。地産地消。天ぷらとかだね。綺麗、この白目が。メダカ90円だって。容器費は160円。可愛いやろ。この卵大きいよ。あ、美味しそうだよね。大きい。大きい。でわかるわ。100均も併設。何に使うかわかんないけどすげえ魅力的。昔からなんかネギ買ったとか自家ネギがあるけどなくなるね。これの作りの方が気になっちゃう。ここに穴操作できる。芋に惹かれてしまうんだけど。生芋こんにゃくだって。美味しそう。下山椒。それね、アジ派だな。こっちの方がうまそうじゃね？うまそう。アジと煮物用ね。この面白いこんにゃく、生姜。スーパー大田屋。おー、見えたぞ。駐車場が大変なことになっております。うわ、めっちゃいい波じゃん。昼寝してたら4時になってしまった。そう。家の中は相変わらずあったかい。今日はあったかい。でもまだまだ結構いる。若干減ったぐらい。減ったかもしれないけど、まだまだ。何時に暗くなるんだろう。5時かな。ちょっと入ろうかな。あー、でも私いや、入らないって言っても全然ある。寝よっかな。おやつもありだね。編集しよっかな。明日の朝一だけ海入る。だいぶ車がない。車もほぼいなくなった。温泉前の空腹しのぎ。これ実家から届いたみかん。ああ、いい香り。いい香りだね。いいね。おいしい。実家の庭で採れるみかん。実家に10種類ぐらいあるもん。みかんの木が。空腹はしのげそうですか、この生態の間。勝浦つるんつるん温泉、へばらから17分。黒湯の温泉みたいだからね。南西に進みます。南西。こんだけ海辺に行って、海に一回も入らないの初めてかもしれない。確かに確かにね。よし、つるんつるんになる。つるんつるんになるぞ。千葉県で唯一名湯百選に選ばれているらしい。これが17分運転する価値あり。これすれ違いなくね、この道。横溝やし。で、左溝だよね。なんか右でキャンプしてる。あ、キャンプ場。これが大きなキャンプ場。このキャンプ場の人たちが使えるんだね。やった。あ、ステージあんじゃん。いいね。まっすぐにいられるね。はい。おお、男湯。女湯。じゃあまた。またいいね。うわ、凍ってる。やべえ。3にする。6時42分、17度。さっき17度だったけど16度になった。なんかね、面白い。外で寒これヒーター、灯油入れといた方がいいね。いいよね。つるんつるんになった。本当だった。くるんくるん。人も空いてたし。ね、空いてたね。キャンプしてるね。すごいよね、キャンプって。すごい。絶対寒いけどね。厚着してんのかな。うん。エバラ人気館。財布あるんですか。はい。てか財布に金が入ってない。なんそれ。チェンバオかさ。ビッグボス、花島、ビール、コローナ、すげえ210円だよ。でほら家の間のスーパーね275円だ。あ、そうだな、すごいじゃん。全然安いよ。ここはメキシコと友好があるから、この土地は。ハートランドは普通の値段。これコロナ変えってことかな。これいいな、これいいじゃん。ちょうどあの酒屋さん閉まったわ今。おお、ギリギリだったよ。あと雪山がもう何回か行くと思うから、がっつり入れとく、そこそこがっつり入れとこう。今年最後の給油ぐらい。来てる来てる来てる。なんか線が見えないんだけど。だけ見えんのか。全然ああ、めっちゃ下やんこれ。全然下の方。全然まだだ。こんぐらいにしとくか。うん、半分ぐらい。うん。なんかそれ怖い。でも揺れる。もうちょっと。え？コロナゲットしちゃった。やっぱ210円だったの。超安い。卵を縦にしたら、ほら。あ、入っちゃった。魚凍ったら、なえるね。でー、夢。今日は、引きこもってたけど、何もしてない。温泉入って、ビール。以上。勝浦タンタメン食って、昼寝して、温泉入ってビールだよ。レンコンと鶏の煮物らしい。ハマった。こちらは書斎。内側にセンサーついてなかった。入り口についてんだよ。電気消えんのは焦るね。このレンコン面白いよね。面白い。沼にできるんだよね。そう。ハスの根っこでしょ。そう。かな。あー、いい香り。これは絵だからよく見ると、作った時の引いたガイドの線が残ってる。普通に鉛筆で引いた線とか残ってる。別にいいかって思って。超いい匂いするじゃん。キンキンに冷えてる。サルー。あ、食べてるし。うめえ。レンコンの煮物と、あと味。いただきます。地産地消の人参、レンコン。地産の地は千葉の地。そう。久しぶりのニンニクなしやな。そうかも。おいしい。うまい、うん、味丼。それ絶対うまいっしょ。うますぎ、盛りすぎやぞ。まだね。でもいっぱい分ぐらいあるぞ。一瞬で終了。いい銃。燃料がいってないやつかもしれない。絶望せずにもう一度。きた。燃料が入ってなかったんだ、結構に。この前燃料1回尽きてから今日入れたから、多分なんか燃料が行きづらくなったんだよね、そういう時は。30分経って快適いただきました。11時、そろそろ寝ます。朝一起きれるかな。5時起きだよ。5時起き。このスイッチでポチッと消えます。5時16分。あったか。25度。あー眩しい。昨日より混んでるし、今や朝一じゃないし、どうしよう。海には入りたい。でもへばらでこのサイズ混みすぎだよね。奥はね、昨日よりいる。10人ぐらいいる。昨日2人ぐらいだった。日の出とともに海入ってるはずだ。波はかなり。きれい。景色最高だよね。きれいだし。大原行こう。大原。おお、なんか港が賑わってるぞ。本当だ。なんかやってんのか。朝一か。前の車渋いね。渋い。超ローダウンしてる。キャラバンじゃね。昔のキャラバンの標準ボディ。渋いね。渋い。あ、なんかジャンク。久しぶり大原。車中泊スポットとしても完璧な場所。うん、完璧だよね。ここはいいよね。あるね。おお、あるある。大丈夫だけど、人も少ないんだけど、タイトの方見てみる。どうだろうな。なんかポール立ってるわ。でもなんか看板とかない。そうだってこの時間さ、車止まってたじゃん。止まってた。あのそば食べたいもん。食べたい。そば食べるのとおっちゃんに会うっていうのが楽しみだったんだ。つなげる前もちろん弱火に入れる。きなこ餅できた。さすが玄米餅。どうですか？プチプチだね。俺も着替えよう。ピンつけなきゃいけないんだけど、ここに来てね、ピンキーがないかもしれないとお借りした。優しい人がいた。足の感覚がない。もうだけ。うん、ま。長かったね。あ、糸が入れないから飛ぶよね。飛びそう。あ、ちょっとそっち行くわ。寒かった。すごい風だった。閉店しちゃったんだろうね。閉店してるっぽいよね。だって看板も出てないもん。絶対やってるはずやもんね。この時間だったらおじいちゃんのそば最高だったんだけど。最高だった。ニンニクをそばに入れるっていう概念もそこで知ったから、当然のように入れてたから、殻ごと吸ったニンニクを。